ではこちらの文献について井岡が紹介いたします。この文献の詳細はこちらを参照ください。最初に概要です。コンボリューションやそのセルフアテンションっていうような技術っていうのがその翻訳においてこう RNN よりも優れていることがこう最近の研究でよく示されています。で、その原因としての考察でその例えばそのネットワーク、そのニューラルネットワークのネットワークのその経路が単語と単語の間の経路がこう短いことでこう遠くの単語とこう結びつきがちゃんとモデリングできるとかこういろいろ説明があるんですけど、こうそういう、理論的な議論っていうのはされているんですけど、実際にそれがテストによってこう示されることっていうのがこうありません。でこの研究はそのサブジェクト・ワーブ・アグリーメントっていうようなそのタスクであったりとか、下にあるワード性質、ディスアグリゲーションのタスクとかをすることでこう実際そういうこれらのモデルっていうのがどういう性質を持っているのかっていうのを明らかにするのが目的です。で、その結果その広範囲あの文の中のでその広範囲でその単語の関係を補足するっていうのはその RNN が優れているっていうのが分かったのに対して、その WSED においてはそのセルフアテンションっていうのがこうはるかに優れた結果を出すっていうような結果になったのを確認しました。次がイントロダクションです。これまでその NMT でさまざまなその再起型からその畳み込みまでいろいろなこう構造っていうのがこう示されてきて、それぞれでこう効果がいい効果が示されてきました。でその効果の示す際に、ブルーでこう示すのがこう一般的なんですけれども、そのブルーだけだとその各モデルの性質っていうのをこう知るのがこう難しいっていうような面があります。で、先ほどもあったんですけど、そのネットワークの経路調っていうのがその単語の依存関係の学習能力にこう影響するっていうような主張をする研究っていうのがあるんですけども、その理論的な議論だけでこうちょっと実験によるテストっていうのがこう行われていないっていう状態になっています。でこのフィッシャーの仮説、著者の仮説でその RNN 以外のモデルがこう性能を上げてきている原因っていうのはその長距離のこう依存関係の補足が原因っていうわけではないんじゃないかっていう仮説と、もう一つがその CNN とトランスフォーマー、トランスフォーマーっていうのはセルフアテンションを使ったモデルなんですけど、そのトランスフォーマーっていうのはその意味組成の中枢に優れていて、それによってこう機関翻訳においてブリューが改善しているのではないかっていうような仮説を立てています。でこの論文であったこうコントリビューションっていうのがこの3つで、その1つ目がその CNN やトランスフォーマーっていうのがその RNA よりもこうこの依存関係の補足がこう優れているわけではないっていうことをこう実験によって示したのと、2つ目がこうトランスフォーマーでアテンションヘッドっていう、そのアテンション、いくつやるかっていうだけなんですけど、その数がその依存関係の補足に重要というような結果が得られたりとか、あとそのトランスフォーマーが WSE でこうすごく強い性能を示していて、それはつまりそのトランスフォーマーっていうのがこう意味組成の抽出器として強力であるっていうような、こうコントリビューションっていうのを挙げていました。この3つを実験で示したっていうのがコントリビューションとして挙げられていました。で、NMT のこう構造っていろいろあるんですけども、この論文だとこの3つをこう評価していて、この3つもはどれもこう入力現言語の入力をこうエンコーダーに入れて、その出力をデコーダーに入れるっていうような二部構成になっているのがそれぞれの共通した特徴です。最初にこう RNN ベースの NMT についてのこう性質について説明すると、RNN はこう新しい入力によってこう状態が変化していくモデルで、機械翻訳だとこう入力っていうのが各単語になっていく形ですね。でその各入力の単語によってこう状態が変化していって、あと各その入力とその一つ前の状態だけがこう直接ネットワーク上は接続している
形になっています。まあ、この構造なので、そのまあ、トークン間、入力とかのトークン間の距離っていうのが、まあ、N だとすると、そのネットワーク上の経路上も N になるっていうようなモデルです。で、まあ、今回の実験だと、そのエンコーダー、デコーダーはそのアテンションに接続をしています。で次が、まあ、CNN ベースの NMT の性質について説明します。と、まあ、イメージとしては、まあ、右のこのような図になっていて、その、畳み込みによってこう局所的な相互関係っていうのをこう補足していくっていうようなモデルになっています。で、まあ、入力と出力を同じ長さにするために、まあ、パディングっていうのをこう先頭と後ろにつけるっていうようなことを行っていて、で、まあ、このモデルを見ると、例えば、まあ、ここの部分を見るとこう、距離2でこう2つの単語にこういけるんですね。まあ、X1 と X5 っていうのはこうここからだとこう等しく距離2で行くことができるっていうことで、こう、まあ、RNA よりはまあ距離が短いっていうふうに言うことができます。でただこう、CNN の場合はこうその入力の単語がある位置っていうのをこうが分からなくなってしまうので、まあ、実際はこうポジショナルエンビディングっていうものを入れてこう位置の情報をこう明示的に入れるようなことをしています。で次がそのトランスフォーマーベース NMT ですと、まあ、今回はその中のこうセルフアテンションにこう着目してこう説明しているんですけども、こうセルフアテンションはその入力に対し、まあ、例えば入力の場合はその入力の各トークンごとにこうアテンションを計算していて、そのこうさっきの CNN の場合はこうまあ、3つとか、まあ、4つとかこう限られた数であるんですけど、セルフアテンションの場合はこう全ての単語に対してこうアテンションを計算するので、こう、まあ、各単語から各単語へのこう距離、あの経路、ネットワーク上の距離っていうのはこう1になるようなモデルになっています。で、まあ、後ほど出てくるんですけども、こうこの図はこうアテンションを1個こうやっているだけなんですけど、実際はこれがこう複数重なるような形になっています。で、まあ、こちらもこう CNN と同様にポジショナルエンビディングを導入しています。で、まあ、今回のこう実験を行うにあたって、あ、その比較の実験を行うにあたってこう行った実験っていうのが、その、まあ、モデルをまあそのままVで評価するとこうなかなかこ う, うまく違いが分からないっていうのがありまして、その特定のこう翻訳エラーっていうのをこう与えてあげて、まあ、それに対するこうモデルがどう、こう音を変えるかっていうような感度っていうのをテストします。こう、まあ、具体的にはこう現言語から目的言語のこう生成確率っていうのがこうこの3つのモデルはこう数字ちゃんと計算ができるんですけども、まあ、この確率っていうのを計算して、そのこう正しい、あの現言語はこう、現言語と目的言語でその片側にその翻訳エラーっていうのを加えることで、こうもしこう翻訳モデルっていうのがこううまくそのなんていうんですかね、エラーっていうのを分かるんだったら、そのエラーを入れた時のこの生成確率っていうのはこう正解を入れた時よりも下がるはずっていうような、まあ、そういうような考えのもとでこうやっていて、で、まあ、実際はこうそれを使って、まあ、次以降の説明する実験を行っています。とここではその、主語と動詞の一致っていうのをがその NMT のモデルがこう判断できるのかっていうのを持って、こうそのモデル の, その長距離の、まあ、関係補足の性能っていうのを評価しています。まあ、下がこう例になっていて、その例えばその、まあ、英語からドイツ語へのこう翻訳だとすると、まあ、こういう入力が入ってきたときに、まあ、こういう出力を、まあ、これはまあ正解というかこう参照訳なんですけども、この参照訳の正しい出力をする、まあ、その確率、まあ、P っていうのよりのと、この下 の, この動詞を変えて間違えたようなこう出力ですね、こうプランっていうあの三人称単数現在に対してこう使われないこう動詞の形っていうのをこう持ってきたときに、こっちの方が確率が低くなるっていうようなことがこう区別がその差があるんだったら、そのモデルっていうのはその、まあ、仕事同士の一致をこう判断できているってことになって、まあ、それはつまりこう長距離の関係の補足ができるっていうような風にして、こうモデルの評価っていうのを行います。で、まあ、使ったデータセットはこう WMT、まあ、柔軟シェアタスク
をこう国データにして、こうその中の2013と2ニューステスト2013とこう大手バリデーションデータにして、こう、まあ、以下の通りにこう14、17をテストセットにして使っています。でさっきの手法をやるためには、そのなんていうんですかね、この主語とき、まあ、この動詞みたいな、その主語と動詞の一致に関するデータセットが必要なんですけども、まあ、それがこう下のデータセットになっていて、この中にはこう、9万7千ペアの、まあ、さっきのような組があって、でその中のこの中にはこういう他にもいろいろなペアがあるんですけども、今回はその、主語と動詞だけのこう関係を使って評価するので、まあ、その中からその関係の部分だけ取ってきて、まあ、3万5105でこう行います。テストを行います。で、まあ、その結果がまあこの表になっていて、こう、まあ、過去の研究でも示されている通り、まあ、ブルーを見、あ、ここがブルーですね、14、17って書いてある、ここがブルーなんですけど、まあ、ここのブルーを見ると、まあ、過去の研究で示されている通り、まあ、トランスフォーマーが最高性能になっている、なっています。で、まあ、この RNA と CNN を比較した時も、こう CNN の方がこうブルーは高くなっているんですけども、その今回のタスク、その主語と動詞の一致っていうのに関して言えば、その正解率っていうのはこう RNA の方がこう高いっていうような状態になっています。で、一番下にある RNN、まあ、by deep っていうのはこう確認のためにこう 上とは別のフレームワークでこう実装された、まあ、モデルです。で、次がその単語と単語の、その仕事動詞 その距離によってその性能が落ちる、その、単語の一致の区別する、まあ、性能が落ちるかどうかのこう実験を行っていて、まあ、横軸がその仕事動詞のこう距離、単語の距離で、まあ、縦軸が切らしになっているんですけど、こうでこの、まあ、ほとんど その CNN 以外のモデルっていうのはこう単語と単語がこう離れたとしても、こう特に正解率っていうか、キラシーが落ちるわけではないのに対して、こう CNN の場合はこう離れていくと、こうだんだん性能が落ちていくっていうような結果になっています。で、まあ、あとはこのトランスフォーマーと RNA の比較したときに、まあ、それほどこう違いがなくて、まあ、これはつまりこうトランスフォーマーがこう RNA より特にこう長距離の関係をこう捉えることができるっていうようなことではないんじゃないかっていうような結果になっています。で、次もこう RNA とトランスフォーマーを比較するんですけど、こうその他の研究でそのトランスフォーマーっていうのが、まあ、STM のモデルよりもこうさっきのタスクがこう悪くなるっていうようなことをこう示しているような研究があるんですけども、まあ、ちょっとそれを再現するためにこう今回の実験からこう、まあ、この過去の研究に合わせ、過去っていうかこう前他の研究と合わせてこう学習データの量を減らして、あとパラメータもこの分岐に合わせてこう変化させた時の実験がまあこうなってて、まあ、このハイフン S ってついている上2つっていうのがこう他のその先ほどの研究と同じようにこうデータセットを減らした場合の結果になっていて、まあ、確かにその少量のデータを使った場合はこう RNA の方がこう性能が高くなっているっていうような結果になっています。で、それとは別にこうパラメーターの変更のところでこうアテンションヘッズ、あのトランスフォーマーのアテンションヘッズのパラメーターをこうまあ、248ってこう変化させたときにこうどうなるかっていうのを比較してるんですけども、こう従来の研究、あの他の先ほどの研究だとまあ2でやってるんですけども、こうそこを変化させることでこう性能が大きく変わるっていう結果になっています。まあ、これはつまりその関係、まあ、広域の関係を取るためにはこうアテンションヘッズの数は多くないといけないっていうような結果になっています。で次が WSE の実験の方で、その、まあ、普通、まあ、先ほどと同じようにこう、まあ、その生成確率のこう高い小さいでこう持ってしてこう評価をするんですけども、まあ、今回はその、まあ、下の例にありますようにこう例えばドイツ語から英語にこう翻訳する際にその、まあ、データの方は例えば、シランゲっていう単語からこうラインになっているとすると、この結果のこのラインっていう方をそのシランゲっていう単語の、まあ、他の
LINE 以外の語義の他の単語に置き換えたときにその生成確率というのがこう下がるのかどうかっていうのをもってしてこのこう、この翻訳モデルっていうのがその、まあ、単語に対するこう深い意味というかこうしっかりと、まあ、その語義曖昧性を解消できるようなレベルのこう意味を捉えることができているのかっていうのを評価しています。まあ、データセットはこういうコントラ WSD っていうデータセットを使っていて、ドイツ語から英語と、まあ、ドイツ語から、フランス語においてこう実験を行っています。で結果がこう下の表になっていてこうトランスフォーマーが一番いい性能になっていることからそのアキュラシーにおいて一番いい性能になっていることからこう強力な意味蘇生の抽出器としてこう動作しているというような風にありました。でそのトランスフォーマーが、まあ、優秀といったとしてもそのなんていうんですかねそのトランスフォーマーの分どの部分がっていうのを考えたときにエンコーダーの部分でそういうのを捉えているのかデコーダーの部分で捉えているのかがちょっとわからないっていうのがありましてまたは両方かっていうのがありまして、まあ、それを確認するためにそのトランスフォーマーをエンコーダーとして、まあ、RNN をデコーダーとするようなモデルっていう、まあ、トランス RNN って呼ばれるものをここで作っていて、まあ、それによってこう性能がこう同じなのか下がるのかっていうのを確認しています。まあ、その結果、エンコーダー、エンコーダーはトランスフォーマーのままでデコーダーを RNN にした場合はこうアキュラシーが落ちているっていうような結果になって、まあ、これはつまり WSD のようなこう動作っていうのがこうエンコーダーだけじゃなくてデコーダーの中でもこうその機能を持っているっていうような結果になっています。で、その途中にあるこの WMT17 のこう過去の研究があるんですけどもこの過去の研究この研究っていうのはこう、ドイツ語から英語への翻訳の、まあ、その時点でのこう 最高の性能を持ってたモデルなんですけども、まあ、この結果を見ると、まあ、確かに、まあ、当然このスコアが一番大きいのは当然なんですけどもその場合においてもその WSD のこうアキュラシーっていうのはこう高い一番高いわけではないっていうような結果になっていてこうブルーは大きいけどもそういった能力っていうのはこう高くないのようなこうそういったようなことがこうブルー以外のこういうアキュラシーのデータということで分かるようになります。で一つ目のコンクルージョンがその最初にも言ったようにこのネットワーク上の切る経路が短い CNN とトランスフォーマーはこうそれじゃない RNA に比べてこう長距離の関係のモデリングに優れているっていうわけではないっていうのを実験で示していたのとあとアテンションヘッドの数っていうのがこうその長距離の関係モデリングにこう重要っていうことと、まあ、あとトランスフォーマーっていうのが特にこう WSD のタスクでこう優れているっていうようなこう、コンクルージョンになっています。まあ、その後に述べられていたのがこう NMT の性能評価っていうのはこうブルーを計算するだけではこうできないっていうのがこう今回の実験で分かって、まあ、こうモデル特有にやっぱりこう RNN、CNNトランスフォーマーそれぞれでこうトレードオフっていうのがあって、まあ、それを見つけてこう長所短所をこう理解することがこう今後の、機械翻訳の研究に必要だっていうふうに述べていました。と以上で発表を終わります。